おはようございます。チケット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あのですね、最近鼻水が止まりません。あのね、多分季節が変わって結構まあ過ごしやすい時期になったんですけど、その分ねこうやって鼻がよく出んのよ。じゃあ鼻水実況者を今日やっていきたいと思います。よろしくお願いします。行ってみよう。はい、というわけで今回は海竜ダッシュランメタルドラゴンね、ドラゴン3体でいきたいと思います。でこちらの3体はですね、ドラゴンアイズが発動してるんですけど、もう一つあるんですよ。はい、まあこれ見たらわかるんですけどね、賢い人はね。はい、というわけで今回はね、共通点のあるドラゴン3体でね行こう。このね、今回、まあ前回見せたかな、必殺技の方を見せたと思うんですよ。なので今回必殺技中心のねパーティーになってます。まずはこれで入りましょう。というわけで早速ね、このね、この必殺技が強いのよ。まあこの必殺技でね、仮に麻痺とかしちゃった瞬間にはもう俺たちね、もうオワコンが刺すんですけど、はい、もうじゃあブラスターで麻痺引いたりするとあのオワコン引きますけど大丈夫でした。行きましょう。必殺技です。ドラゴン3体のね、牙を持つドラゴン3体で発動します。はい、ブラッティファング、さあみんながカメラ目線で噛みついて、さあ行きましょう。面白いよこれ、行くぜ。まず全員のテンションが上がったからのドーン。こういう技ですね。で次に、次の攻撃はもうみんなテンション上がってるから普通に強いんですよ。おー、これがね強いんだ。ブラッティファング強いよ、使いやすいしね。必ずテンションアップの効果がつくっていうのは強い。痛いね、海竜。そうすると次のターンをこうやってギガデインとかして、まあ、行動をランダムにしてでも、結局テンション上がった状態で攻撃できるからね。だいぶ稼げると思いますよ、2ターン目で。で、ブラッティファンから入る。そういう戦い方もありなんじゃないかな。さあ、行くぞ、巨大な牙。行くぜ、海竜。お前の力見せてやれ。はい、うお !421。いいね。さあさあ、猛ダッシュ、猛ダッシュ、どんどん行け、どんどん行け。はい、猛ダッシュ。はい、オッケー、オッケー、はい、おお、いいね、いいね。めちゃくちゃ出る。あ、終わるか、終わるか、何、もう終わる、もうニュートラルでいい。もうニュートラルだよね、もうキーニュートラルよ。はい、2ターンキル、ありがとうございますね。ブラッティファンク強くない？いや、このね、このパーティーってダッシュランとメタルドラゴンってそこそこ強いモンスターなんですよ。確かに海竜がね、ブラッティファングをこのドラゴンの中ではもう海竜しかいないっちゃいないんですよ。そう、海竜はね、ワンの頃に出たんだけど、あのね、いまいち2になってからもう何も見なくなったわ。欠点はね、ドラゴンなのに、あの、体勢がボルカスなんですよ。ボルカスの体勢やねな。さあ、ブラッティファングから入りますよ、まずは。ね、必殺技は絶対避けられないからね。武闘家とかの回避率高い連中のね、こういう対策にもなる、普通に。だから弱くはないんだよ、絶対。ただ読まれやすいんだよね。からの、いいね、テンション上げていく。そう、どうしても確定命中であるけど読まれやすいから、スペシャルカードで防がれたりするとかなり痛いよね。まあ、キースドラゴン来るぞ。向こうのキース、ほら、向こうのキースドラゴン優秀だもん、ほら。痛い。次はもうドラゴン切りでね、2ターンキルも可能ですから、この戦法により。 THP チームならね可能です。はいはい、オッケーオッケー。いいよいいよ、もう一気に対策つくからね。十字剣、これ海竜に行くんだよな。おおいおい、避けていく、ラッキーラッキー。いいね、それはでかいよ。北地獄フラッシュ、さあ海竜見せやれ、お前のね、お前の先輩特許。あ、そこそこ出るね、結構。まあでもテンション上がってたしね、テンション上がってたからこんなもんか。うん、海竜の唯一の取りなんだよ、地獄フラッシュな。うん、もう出しよう。ああ、避けられていく。テンション上がった後に避けられるのは結構ね悲しいよな。おの鳥、ほらもう海竜、ほらもうこれも海竜、これだもん、これだもん海竜。おアイスカッシュダッシュラに飛ばすの、弱っ。
ダッシュラマこんなに強いのに。さあ、キーバの打ち出して、噛みつきに行く、剥がれのキーバ。うおー、会心だぞ、ほら。うものすごい距離外してくれたじゃねえか。見た目、おい。海流しかできてねえじゃねえか、ちゃんと。ものすごい距離外しやがってよ、お前。おっと、相手の攻撃。魔獣の焚き火。やめて。おー、なんかもうキーストロークもコールキーストロークやたらいろんなやつをやってくんな。いってえ。いって321はちょっと痛いって。これは今度当ててけ。当ててけ、猛ダッシュ。オッケー、オッケー、いいよいいよ。炎の鳥。おいおー、今日ラッキーラッキーね。さっきの炎の鳥はこれジオフラッシュで止めた感あるからね。これ目を開けていられない状態だったからね。あとガードされていくか。まあまあ、でももうこれが強い。目を開けていられないのは強いよ。うん。さあ、鋼の牙で決まるか？決まるか？ちょっと厳しいぞ。うおりゃ、いったー。勝負あり。さあですね、海竜は入れそのままで、こんな感じです。ヘルパイですね。と、スライム粒に囲まれたね、海竜。こちらもちろん海チームですね。メダパに、ああ、もう嫌な予感がしかしねえわ。ほら見てみほらこれだもん、みんなもう、ほら。ほーらこれだ。おい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 、やめろやめろ、そうやって、そうやって。おいちょ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 い。おいおい、ボツ農家のやつ、このままじゃ、おい。大丈夫か？そうだよな、メダパニとか飛んでくるもんな。かわせ！おい、こらこれこれおいおい、もう全員混乱してんじゃねえか、気づけば。おーい。攻撃。ああ、もうほら。ああ、ほらほら、ほら、そういうことを君たちはし始める。どうすんのさ、これ。これ、どうすんの。あれ、没動画うわあどうすれ、どうすれ、何、没動画ですか、何、没動画行きですか、これ。おーい。お前メタパリどないなってんねん。お前シャープ1のメタパリ全然成功せへんだよねんか。おいどうすんねん、ヘルパレス、お前いけ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 、頑張れ頑張れ、よっしゃ、おら食らえや、ヘルパレスあれ海竜は、いやさすがにちょっと待って、もう一戦させてよさっきのはね、あのメタパリバカ野郎がやたら決めてきたのも間違いであって、はい、このチームはもうちょっと頑張ってほしいんだよね。はい。お願いしますよ。まあ、向こうはね、悪魔系モンスターやからね。悪魔系モンスターで自己フラッシュめっちゃ通るからね。そうそう。この光呪文っていうのは、性質上すごくこのゲームと相性が良くて、ニック機ね、皆さんがニック機ナイトリッチで、デンタザウルスも実は光呪文弱点なんですよ、あいつ。ということで、自己フラッシュ実は通りはいいんですよ。ただ問題は海竜の攻撃性能に、耐久性能にあたって、仮に海竜をね、デンタリッチ対策で入れようものならね、その前にデンタリッチにやられてしまうというね、致命的弱点を持ってますけど、全然刺さらなかった。だから環境に刺さらなかったモンスター、海竜。めっちゃ撃ってくるやん。おい、ギラやばいって。ギラは痛いって。いけ、ドリルスタイク。さあ、ドリルスタイク。死ぬ前に行け。うわ、あれや、よし、いいぞ。さあ、海竜、自己フラッシュ。ね。さすがに結構通ると思うけどな。弱点でしょ、みんな。これ、強くない？めっちゃ強いよ。いや、めっちゃ強いな。いやいや、もうね、このドリルスタイクと。いけ！ふわりゃ！よし、いいぞ。二ターンキル可能だな、本当に。電撃放射。お前、アストロンしてこないんだな。さっきの一つビルなんでずっとメタパにしてたぐらい優秀なのに。海竜123も食らうんだけど、ちょっと。体勢が悪すぎるんだよな。はい、巨大行けば、ハスレーゼ、避けて歩いていく、しっかり避けられました。はい。
ほらもう、おい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 、お前ら濃厚、お前ら同じ海チームの濃厚やめろよ。ギラー。いや、ギラか。わあ。ヘルパイレーツはね、今度は嵐の、海賊の前やったか、嵐の海賊じゃなかったか。いけ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 。さあ、ラストはね、簡単です。必殺技出ます。かつ、必殺技絶対先制です。これは。絶対先行。はい、いいね。絶対先行技なんですよ。この3体で組む必殺技。メイルストローム。ね、海チーム3体使える必殺技。絶対先制。はい、勝ち。いや、これ絶対先制がマジで強いよな。うん。はい、というわけで今回はね、めっちゃカイリュウに頑張ってもらいました。いや、カイリュウの強さが分かってもらえた？俺、未だに分かんねえ。人に聞いといて自分はやっぱりカイリュウ使ってもやっぱ分かんねえわ。やっぱり弱キャラを逃れられない。というわけで今回これぐらい参りたいと思います。お疲れ様でした。